手あげるあげないってのも結構もう論外の話。手あげるあげないってのも結構もう論外の話。あえてけど、はい、矢野同士仲いいの？よくあキャストか、うん、漫画とかで読むと、うん、バチバチじゃん派閥があって。別にお前先輩にボコボコされた経験とかねえじゃんここの店で。それってなんでかさ、先輩がそういう店作ってきたからでさ、まあ、正直なんかもうあんまカメラの前で言いたい話じゃないですけど、はい、めっちゃムカついている。社長がここまでムカつく理由とは。ローランドが経営するホストクラブザクラブ、夜な夜な猛暑が続く中、閉店2時間前にカメラを向けた。お客さんはまばらだった。この席がすごく目立ってて。そうですね、珍しいですね。売れっ子たちがあんまり見えなくて。確かに今日少ないですね。椿と、まあ、旬もいないし、トップ3の俺、椿、旬がうちの2人いないんで。あれはみんな休みなんです。休みと休みです。休みは自由ってことなんですか？まあ、休むのは、まあ、本人たち有給使ったりとか。ああ結構そういう、それが重なると暇になっちゃいますよね。飲食店特有の閑散期、客足が途絶えれば売れっ子は出勤しない。裏を返せば、いやもうチャンスですよ。もうこのかっこいい顔売ってきますよ、たくさん。はい、まだ送りもらえてないんだけどね。あ、今日まだ送りゼロ。そうです、そうです。かっこよすぎて多分取れないんですよ。俺選べないんですよ。失礼します。ご一緒してもよろしいですか？はい、ご一緒します。ご一緒します。はい、はじめまして。すいませんって言ったらどうすんの？ゆういちです。よろしくお願いします。どうもイケメンです。いや自分で言ったね。はい、自信あるんで。はい、かなりごめん、どっからあ、イケメンだ。ちゃんと龍一のイケメンギャグは相手の同意を一切必要としないようで。はい、どうも未来の旦那です。お願いします。はい、今日の夜ご飯当てていい？絶対カニチャーハン。あ、分かる。俺も一緒だね、うん、俺らやっぱ運命かもしれない。多分ね、血液型も一緒だと思う。一世のせいなんちゃらとよ。いくよ。一世のせい。おう、ほら一緒だ。誕生日も多分ね一緒だと思う。月一世のせい1月。ほら、もう俺らね、完璧じゃん。おう、ほら一緒だ。長々見ていただいたが、イケメン好きの女性にはスマッシュヒットの様子。日常を忘れるイケメンフロアの片隅で泥臭い現実を捉えた。今回は初めてだからさ、そんなぐじぐじ言わねえけど、お前このままだったら普通にただの子供としてずっと扱われると思うよ。先輩かもそうだし、俺もそういう目でしか見れねえから。ローランドの怒りの矛先は、二十歳になったばかり名古屋の元ヤンホスト正代。あの子絶対売れます。正代、はい、絶対売れます。見てください、絶対売れます。素質があるホストとして。1年前に開催されたオーディションを勝ち抜き採用。あの鬼軍曹が太鼓判を押した逸材。デビュー2ヶ月目にして60万円を売り上げ。ホストとしての目標みたいな。目標、もう霧島陸さんが2000年で1000万売ってて。売ったな。売ってなかったんだっけ。成人。あ、成人してからか、あいつ。あ、そっか。で、それを見て、俺がこう。おー、かわいいね。その言葉通り、今年6月、19歳で売上4桁超えを達成。ローランド・チルドレンの中で、新たな記録を生んだ。そして役職に就き、トントン拍子のホスト人生を謳歌していたのだが、まあなんか客観的に見るとちょっと1000万売って調子乗ってんなこいつっていう、なんかそういう風に思っちゃう。おめでとうって思ってた俺の気持ちはなんかすごいこうなんか裏切られた気持ちになるからさ、すげえ残念だなと思うし、まあ、手あげるあげないってのも結構もう論外の話。
手あげるあげないってのも結構もう論外の話な。からかわれたかもしんねえしさ、何言われたかわかんねえけど、手あげる段階でやっぱ手あげたやつが一番悪いよなってなるよ。でそういう店を作ったら多分後輩、お前から後輩は、あこのお店殴ってもいい店なんだな、なんか気に入らねえ子だったら武力で解決しようかなってなるような店になってしまうし、別にお前先輩にボコボコされた経験とかねえじゃんここの店で。それってなんでかさ、先輩がそういう店作ってきたからでさ、俺もそういう店作りたかったし、お前がそういう風にするだけでこっからした後輩がさ、なんか気に食わなかったらボコボコにされるような店になっていくの嫌じゃね。俺すごい嫌なんだよね。だから今回の一件反省して、禁酒になるかどうか分かんねえし、どういうまあ罰則になるか分かんねえけど、そんな甘くねえと思った方がいい。今回に関してはお前のためを思ってるし、ちょっとまた処分とか追って話するから、まあちょっと一回切り替えてしっかり仕事やるように。はいはい、何かあったんですか？そうですね、まあ、ありました。何があったんですか？いや、なんか内容言えないんですけど、内容言えないです。なんか悪いことしたって。まあでも悪いですね。二十歳になってやっぱお酒大きく関わってくるじゃないですか、飲めるようになる、はい、でですね、デビュー前から全てに密着してきたディレクターにも言えないようだ。何買ったんですか、正体さんが。え、正直、あとで言うわ、まあ、正直なんかもうあんまカメラ前で言いたい話じゃないですけど、はい、平成を装うローランドにディレクターはむしろただならぬ気配を感じた。いや、なんか前からそういうその手を挙げるとかに関しては結構厳しくしてきたんですよ。であんまりなかったんで、まあ、久しぶりだからすげえちょっと嫌だなっていう、もう正代がまあそのスタッフにまあちょっと酔っ払ってからかわれて、それムカついて、まあ、一回蹴っ飛ばしたみたいな、まあ、そんな別に大事ではないかもしれないですけど、まあ、怪我とかないですけど、本人はもうそういう店で働きたくねえからって言って。あ、今来てないんですか。まあ、そうですね。あ、そういう風潮を作ると、もう下もなんかそういうの見て、あ、なんか別に酔っ払ったら手挙げてもいいんだっていう風になって、秩序がもう絶対乱れるんですよ。これ本当になんかホストのダメな部分がめちゃめちゃ出てくるんで、だから寄宿してるんですけど、うん、めっちゃムカついているという。まあ切り替えてね、行かないといけないですからね。ありがとうございます。どうぞ。あげる。マレーシア。これで乾杯しよう。ちょ見て見て見て。うん、マレーシアのタワー。登れなかったんだけど。そう。新しいんじゃない？うん。新しい新しい。飾って。はい。ありがとうございます。海外を飛び回るローランド社長、息をつく間もなくあるホストから急な呼び出し、またも嫌な予感。あ、お疲れ様です。どうした。あ、そう、自分無垢になっちゃったんですけど、ん、店長と相談させていただいて、おうおう、今月末で辞める。どうした。今月末で辞める。どうした。声の主はアズニャンこと中野あずさ。ホストは何でやろうと思ったんですか。まあ、自分の将来のために、お金を貯めたいなと思っていて、うん、具体的な将来の夢ってのはまだ決まってないんですけど、うん、お金があることで選択肢が広がるっていうことはあると思うので。あ、なんか多分普通に頑張れば嬉しそうだよな。時間かかると思うけど。かっこいいですね。ああ、なんか普通に肌あるし、髪型だけちょっとなんかいじりてえな。なんかもう少しいい髪型あると思うけど、その辺模索して、なんかやっていけば、なんか普通にちょっと面白い存在になる気がするんだよね。正代と同じく、1年前に
オーディションを勝ち抜き採用。もう今日80キロ超えてる。あ、5人もいるんだ。よし。まず、あずさ、あずさ本名だよね。はい、本名です。あ、もう中野あずさだ。中野あずさ。大丈夫ですか、そうなんで。いや、俺の大好きなキャラクターが。あ、そうだ、中野あずさ。アニメのスカ。そうそう。あずにはね、慶応。やっぱアズニャン動画で見るより可愛いです。可愛いっしょ。その見た目からみんなからマスコットとして愛されていたが、退店を決意。理由は？理由は店長に話させていただいたんですけど、ああ、まあまあ言いたくないならあれだけど、カメラがあってもなくても言うことのできない、そんな事情が人にはそれぞれある。修羅場をくぐってきたローランドはそのことを誰よりも知っていた。今社長としてどんな言葉をかけるのか。まあ、そのもともとその辞めるっていうスタッフがもしいたとしたら、まあ、別に俺は止めないよって話をしてるのね。 まあ、そいつの人生だし、入ってくれた、まあ、働いてくれたことに、まあ、そもそも俺は感謝してるから、まあ、アズもそうなんだけど、うちで、まあ、ゼロから頑張って売り上げ立てて、まあ、その頑張ってくれた事実っていうのは俺の中で、まあ、もちろん変わらないわけよ。だから もちろん感謝してるし、まあ、できればずっと一緒に働きたいなって気持ちはあるけど、でもそうじゃなくて違う道を歩むやつらもさ、絶対俺は長年店やったらまあいるっていうのは分かってるから、だからまあもちろん言いたくなかったら俺には言わなくていいし、どんな選択をしても俺は一回働いてくれたら、まあ、成功を祈ってるし、まあ、辞めていろんなことあると思うから、例えば違う仕事をするにしても違う人生を選ぶにしても、まあ、多分アズは今二十歳か、はい、まあ、結構いろいろあると思うのね。で辛いなと思った時は、まあ、いつでも戻ってくる来てもいいよっていうような関係を作りたいなと思ってるから、まあ、そのやれるだけこう新しい未来で頑張るっていうところと、まあ、あとはそのあと何日だ、もう本当1週間2週間ぐらいになっちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっとみんなにしっかり挨拶をするっていうところと、あとはまあ立つ鳥跡を濁さずってこと分かる。まあまあ、 しっかりとね、まあ綺麗な形でしっかりと挨拶もしっかりして辞めるっていうようなところを、なんか恥ずかしい辞め方だけはしないでほしいな。ちゃんとみんなにお世話になった人に挨拶するとか、お世話になった先輩に挨拶するとか、そういうところをまあちょっと、まあ、徹底してほしいかなっていうのは、まあ、俺からのお願いね。オッケー、分かったよ。そしたら、まあ、あと2週間ぐらいちょっとしっかり頑張って、はい、やれるだけ今月までちょっと頑張ってやっていこう。オッケー、はい、いただきます。なんかちょっと聞こえちゃったんですけど、なんか退職の相談があったんですか今。まあまあそうですね、ちょっと寂しいですね。寂しいからって依存するわけにはいかない。また戻ってくればいいと言ってのけたローランド。明日もお店は続くのだ。ここは人生の交差点。社長。はいはい。はいはい。いいですか。うん。あれ、正代のはもう。あれ決定でいいですか。そうだね。わかりました。ああ初代。はい、ありがとう。トラブルを起こした初代に処分が通告される。まあ前に言ってたけど、まあ、ペナルティ、うん、罰則としては総勢1ヶ月、うん、30日間、まあ、説明した通りこの前話してさ、うん、和解もしてるし、うん、まあ、これからまあ、どう正代が反省してやっていくかじゃん、うん、罰則、うん、はしっかりやって、まあ、時間作って、まあ、みんなに説明して、うん、っていうの決まったから今日、うん、まあ、頑張ろう。掃除しましょう。掃除してこい。